Hi everyone, welcome back to Cafe Scotty. So sorry about the language, I mean, it's gonna be all in Japanese edition, so if you don't understand the language, please check out another episode, including another blog about the same topic, so I'm gonna appreciate that word a lot, thank you. それでは、今回は日本語バージョンです。皆さん、ドーソンズクリークっていう番組、ドラマですけど、ご覧になられたことありますでしょうか？この番組はですね、ティーンエイジャーの、まあ、高校生から大学生にかけてですけど、人生っていうか生活を、まあ、描いた作品でして、日本には、シーズン1だけですね、まあ、VHS テープとそれから DVD として、来ました。で、作品として発売されています。で、こちらはですね、全部今お見せしているのは、まあ、アメリカの DVD なんですが、そうですね、本当に残念ながらシーズン1までしか日本には来なかったんですね。まあ、海外ドラマブームっていうのがほとんど、まあ、フレンズとか ER とかアリーマイラブ以外はあまり日本には来てなかったので、当時、まあ、その後 OC で、ね、火がついたけれども、まあ、ちょっとそれより以前に来てたのでなかなかブームに乗らなかったんですが、まあ、日本でも、こちらの DVD、輸入で手に入れることができます。で、これがシーズン2ですね。で、シーズン3で、これはアメリカ、ニューヨークの家にいた時にですね、まあ、購入したものなんですが、ファイナルエピソード、まあ、最後のエピソードのあたりだけ収録されている DVD です。後からですね、やっぱり残りを見たくって、まあ、全部で6シーズン近くあるのかな。だから全部見たくって、全部シーズン1からシーズンファイナルシーズンまで収録されたこちら DVD なんですけど、まあ、これも輸入で購入しまして、結構イヤーブックっていう、まあ、日本でいう卒業アルバムみたいなね、そういう、まあ、毎年あるんですけど、そういうアルバムみたいに作られてる、こう写真で可愛く作られてます。で、結構、ドーソンズクリークのキャストってすごく有名でしてね、全員ここのメインメンバー5人も、まあ、最初4人から始まるんですけど、本当に有名で、まあ、ジェームス・バンダー・レイクっていうあのドーソン役の人は、まあ、ケイティ・ホームズは、まあ、元トム・クルーズの妻ということでご存知の方もいらっしゃるかもしれないけど、アメリカでは元から女優として活躍されてた方です。で、あと、まあ、ジョシュア・ジャクソンですね、まあ、彼もいろんな日本でも有名な作品にも出てますし、あと飛べないアヒルシリーズとかそういうのにも出てましたので、まあ、ご存知の方もいると思います。で、ミシェル・ウィリアムス、まあ、彼女も有名ですね、すごくアメリカでも人気があります。で、まあ、カー・スミスなんかは、まあ、日本ではちょっとマイナーかもしれないですけど、ブロークン・ハーツ・クラブっていう有名な作品に出てたりとか、あとはアメリカで有名なフォスターズっていう家庭ものがあるんですけど、それにも出てます。で、今年20周年になって、日本に来たのはね、2002年とか1年とか、まあ、それぐらいのあたりだったんですけど、シーズン1が来たのが。で、まあ、全部のシーズン一応ケーブルテレビでは放送されたみたいなんですけど、まあ、作品化はされ、DVD とかにはシーズン1しかなってなくて。で、まあ、話を戻しますと、今年20周年ぐらいになるので、まあ、キャストが全員集まってフォトシューティング、まあ、一緒にみんなで写真を撮ろうみたいな感じで公開されたりとかしてて、結構元から有名で人気も未だにあるのですごく話題になったばっかりです。で、本当このドーソンズクリークってですね、すごく人生についてなんていうのかな、温かく、なおかつこう真剣に深い部分まで描いてて、本当にリアルな感じです。で、爽やかですし、どう言えばいいのかな、見ててフェイクって感じがしないんですよ。まあ、本当に作った話っていうよりも、あ、本当に実話みたいな、隣のお兄さんお姉さんの実体験みたいな、そんな感じですね。高校生大学生まで描いてて、まあ、その家族のことも描いてて、だから家族ものでもあるんですけど、本当にあったかいです。だからシーズン1はね、少なくとも日本でも簡単にレンタルとか購入してでも見ることができるので、よかったらご覧になられてください。おすすめですよ。で、まあ、何度もお見せしますが、ドーソンズクリーク本当におすすめです。結構日本でも輸入されて見られてる方も多いみたいですし、まあ、こういうオールシーズン全て含まれているものもありますので、よかったら見られてみてはいかがでしょうか。ご覧になられてはいかがでしょうか。本当ね、アメリカの文化って僕子供の頃からもう80年代から興味があって、マイケル・J・フォックスの映画とか、まあ、他にも映画とか、そのどう言えばいいのかな、エンターテインメント、音楽、洋楽を通
すごくアメリカに興味があったんですけど、で英語は11歳から勉強してたかな。でもあのアメリカンスクールとかも行きたいななんて、インターナショナルスクールに行きたいななんて中1就任の時に思ったりして、相談までしたんですけど、まあ学費がなんて言っても高い、それとフルに完璧な英語じゃないとダメだったんですね。でまだ2年ぐらいでそこまで喋れなかったですし、だからまあ諦めましたけど、本当このドーソンズクリークっていう番組はあの、まあ、フロムとかね、あの最後の卒業の年を中心としたあの、まあ、そうとは限らないですけど、まあ、ダンス大会ですねとかそういうのもあったりして、まあ、普段の日常生活もそうですけど、高校生の生活に、アメリカの高校生とか大学生の生活にすごく憧れましたね、これ見て。で、まあ、アメリカに文化に興味がある方、あの本当にリアルでおすすめです。ご覧になれたらいかがでしょうか。Well, thanks for checking this out. Hope you guys have a wonderful day and talk to you soon. See you later. Bye. 良い一日を。